Previously on Yakuza Kiwami 2. これだ。何？堂島組が人言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。ってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時カムロ社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したの。遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は郷田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。分かった。当時人言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。教えてください、課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は。今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたのはわしや。
村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めた。けど人言派の掟は生よりも死、服従戦闘を生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやから神室町から逃げる手助けをしたんや。はい。今日付けで身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。何してんの？早行こう。ありがとう。な、何やお前は。何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ入れ墨の下絵だろう。しかも普通の図柄じゃねえ。これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々風振りを継承したもんにしか掘れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、死神の蝶と呼ばれる伝説の竜、光竜や。10年前、合田龍二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。
これは、これが、あのダブリさんの、竜。俺はこの竜を背負ってから、多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は、竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て、運命だったと思ってる。あんたたちが合田隆二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だが、その道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風掘りを継ぎます。ありがとうございました。 And now the continuation。さあ、行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が神言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東城会に殺されたとするなら、両親は東城会に敵対していた神言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も神言派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。
お、おい。ん？おい。おい。え？おい。ありがとうございました。ねえ、おい、いや、はあ、はあ、おい。はあ？はあ？おい。
ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は58馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもうた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして。仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの。ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。
その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが売った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？急所が外れてわしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらってこうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は神言派のボス？その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ヒゲを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に合田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、合田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。
会長の居場所を言え。あまり散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。